つもめちゃめちゃメッセです。はい、ということで、今日もやっていくんですけどね、今日はね、ちょっとね、耐久高校がね、負けてしまったということでね、まぁ、ちょっとね、和歌山のね、野球についてね、ちょっとね、話していこうかなということで、まぁ、近大新宮ってところにね、まぁ、3対1でね、耐久高校がね、負けてしまって、まぁね、この、冷水くんでした。レイスイくんかな。この子はね、もうほんまに、なんか、選抜の時からずっとね、なんならもっと、前のね、秋田のね、時からね、ずっとほんまにね、一人でね、投げ抜いてきて、ほんでね、ここでね、終わったということでね、まあ、とりあえず言いたいのはね、お疲れ様というのと、もうちょっとね、ピッチャーをね、作った方がね、いいんじゃないんかなと、やっぱね、耐久効果を思いましたよね。ほんまにね、名前がね、耐久なんでね、まあ、そういうね、なんかね、まあ、なんていうんですかね、耐え抜くみたいな感じはあるかもしれないんですけど、やっぱりこのピッチャーをね、掘らせすぎましたよね。選抜の時もそうですし、キャンの時はね、ずっと掘って、ほんでね、一人でずっとね、マウンドね、守り抜いて、ほんでその割にはね、援護がね、あんまりなかったなということでね、やっぱね、1点しかね、取れなくて負けてしまったというね、もうほんまにね、なんか、まあ、嬉しいのは、やっぱその耐久高校って、選抜でもね、思ったよりね、通用してましたし、このなんていうんですかね、ここのね、近大新宮にね、負けたことによって、その選抜でね、活躍したチームが和歌山で、それこそね、智弁和歌山とかね、名前のない高校に負けるっていうのは、やっぱりそれぐらいね、和歌山のね、レベルがね、上がってきてるってことなんでね、まあこれはね、僕はね、和歌山全体を見たらね、ものすごいね、プラスやと思うんで、そう受け取ってます。で、智弁和歌山もね、しっかりね、コールド勝ちで勝って、次ね、田辺高校とね、土曜日に当たるっていうね、もうね、めちゃくちゃね、面白いね、和歌山のね、野球がね、盛り上がってきたんでね、ほんまね、今後ね、めちゃくちゃね、楽しみがね、増えるのかなと。で、やっぱりね、和歌山って、この近大新宮がね、耐久に勝ったとかをね、こういうね、報道とか、結構ね、今ね、和歌山県って、野球がね、その智弁和歌山一強が崩れてからね、ほんまにね、和歌山の野球熱っていうのがね、かなりね、高なってて、前までやったらね、和歌山の、大会とかで、ね、見に行っても、やっぱり人とかね、少なかったんですけど、やっぱりだんだんね、和歌山県で、ね、その智弁和歌山がちょっとね、負けたりすることによってね、客の入りとかね、他のね、チームのね、ほんまに和歌山のチームのなんかね、気合の入り方っていう言い方おかしいんですけど、強くね、しようっていうね、なんかその意思がね、めちゃくちゃね、見られてね、だからこの近大新宮もやっぱね、その耐久高校に対してね、やっぱきっちりとね、コースをね、かなりついたね、ピッチングでね、苦しめてましたし、でね、まあそこで勝ちきれないね、勝ちきれないね、耐久がね、まあ、あれなんですけど、まあそのね、選抜ね、出たチームっていうのが、やっぱりね、ここでね、負けてしまうと。で、やっぱりね、その選抜ね、21世紀枠、どっちやねんみたいなね、田辺が21世紀枠で、そのね、田辺に勝ったのが耐久なんですよね、簡単に言えば。で、ね、その耐久なんですけど、なんかね、選抜でね、こう、なんや、それなりのね、まあ、存在感とかを出して、ほんでね、夏のね、予選戻ってきて、すぐね、転んでたらね、やっぱね、そんな、なんかたまたまやったんやんけ、みたいな感じでね、言われる中、しっかりね、このベスト8までね、上がってこれたのはね、やっぱ夏のプレッシャーってね、かなりね、ありますし、そのね、プレッシャーの中でね、やっぱり勝ち続けるのってね、結構大変なことなんで、で、その中でね、勝ち続けたね、耐久。で、まあ、ここで負けてしまったんですけど、この冷水くんの、ローボールに集まるね、球っていうのは、ね、めちゃくちゃね、参考になったと思うんで、今日こそね、3失点なんですけど、やっぱね、調子いい時とかやと、やっぱりローボールに集まってね、やっぱ大量失点しないんですよ。だからこそ、やっぱりね、秋からね、ずっとね、一人でね、この、なんていうんですか、自分でね、マウンドをね、守り抜いてきたね、人なんで。だからやっぱりね、そういうのできると、ね、そういうピッチャーがね、一人でもいると、やっぱりね、守備側とかもね、守りやすいんでね。で、やっぱ守備側のリズムとかを作ってんのとかも、やっぱりピッチャーのテンポとか、やっぱね、そういう細かいこともね、あるんで。だからこの耐久のね、ピッチャーのね、この冷水くんはなんでね、この耐久高校に行ったのか、っていうのもね、不思議ですし、ほんでね、ここまでね、抑えられたっていうのがね、僕はね、非常にね、ね、負けてしまったんですけど、やっぱり最後もね、負け方としてはね、まあ、3失点なんて別にね、大した失点じゃないじゃないですか。で、そのね、まあ、相手をね、ロースコアに抑えたっていうのがね、ほんまにこう、またね、耐久高校らしいなと。で、まあ、田辺とね、チーバカがね、当たるっていうのもね、
この智弁和歌山はね、今もう、なんていうんですかね、なかなかもうね、好きない高校、好きのない、ね、高校に、ね、なりつつあるんで、で、そのね、まあ、裏をかくね、野球ができるのはね、まあ、田辺高校じゃないですか。で、田辺高校ってね、まあ、結構ね、あのピッチャーのね、レベルもね、かなり上がってきてるんで、だからそのピッチャー陣がね、どうね、智弁和歌山に対して、抑えていくのか。ほんで、智弁和歌山の、今日ピッチャーがね、149かなんかね、出したんですよね。で、そのピッチャーに対してね、田辺高校ね、もうバッター陣ってね、どうやってね、対応していくのか。で、田辺高校はなんかよくわかんないんですけど、まっすぐとかね、スピードボールにね、強いんで、だからその149っていうね、まあそのスピードボールの中でもね、かなりね、上位なね、速さじゃないですか。ほんでね、その球に対してどんだけね、打てるのか。っていうのがね、結構ね、土曜日ね、楽しみなのかなと。その試合予想とかはね、まあ、まだね、そんなはしないんですけど、やっぱりまあ、田辺高校がね、どこまで智弁和歌山っていうね、まあ、大きい壁にね、通用するのか。でも智弁和歌山からすると、この田辺高校ってね、リベンジなんで、なんかね、世間的なね、名前の見え方と、やっぱ本人たちの、その、なんていうんですかね、試合にね、挑むね、意気込みっていうのはね、ちょっとね、違うと思うんで、だからそれもまたね、醍醐味かなと。だから智弁和歌山は逆に言えば、この田辺高校と一回やってるんでね、ピッチャーも一回見てるんで、ある程度ね、想像できる中のね、戦いとか、想像できた中でのね、あれになると思うんで、その中でね、どう勝っていくのかっていうのが楽しみなのと、やっぱりね、ね、このちょっとね、話変わるかもわかんないんですけど、やっぱ149の右とかってやっぱエグいじゃないですか。もうね、えぐいなって思いますし、僕もね、その高校球児のね、感覚から抜けてないんで、149とか、えぐいな、右で149とかって、なかなか打ちにくいな、とかあるんですけど、社会人野球のね、レベルとかって、やっぱそれをね、簡単にね、打ってますし、なんか意味わからん2番手、3番手でね、これどこの高校やねん、みたいなね、聞いたことないようなね、高校の名前でもね、150とか、149とかね、変則ですらね、掘ってくるね、掘ってくるピッチャーが、ね、結構いるんで、だからね、なんていうんですかね、この高校球児のね、球っていうのは、やっぱり、そこまでね、完成度のね、高いね、140後半じゃないんで、だから、キレのいい140後半と、そうじゃないね、140後半でね、また見え方ね、全然ちゃうんで、なんかね、普通に、やっぱその社会人野球の、なんかレベルの高さをね、なんかね、この前ね、改めてね、実感したんで、なんかすごいなと。ほんで、やっぱりキレもめちゃくちゃいいなと。で、話戻るんですけど、そう思うと、智弁和歌山のピッチャーのこの149は、なんて言うんですかね、早いですし、いいんですけど、やっぱりね、キレ的なんかね、まだね、ほんまにこうね、仕上がってない感じがね、見受けられたんで、だからやっぱりその仕上がってきたら、やっぱりね、田辺高校って、もう絶対ね、手足ね、なんていうんですか、出せないんですけど、やっぱり今のね、段階の完成だったらね、このピッチャーはね、僕は結構打たれるのかなと、思ってます。はい、もうね、和歌山県のね、高校野球ね、高野さんがね、その、ね、智弁和歌山を倒したりね、和歌山東がね、智弁和歌山を倒したりね、こう、和歌山県ね、全体がね、ほんま激動なんで、だから今のね、この状況に、なんか、ね、田辺とか耐久とかね、またね、新しいね、強いところも出てきてね。ほんでね、そこのね、そこ同士がね、潰し合うっていうのがね、土曜日ね、なんかどの試合、まあ、トーイン履正社も楽しみですけど、やっぱりこの智弁和歌山ね、田辺ってめちゃくちゃね、僕はね、楽しみなんで、だからまあそこに対してね、どう抑えていくのかっていうね、この田辺高校の、もう野球の考え方とかね、野球のうまさがね、多分ね、際立つね、試合になると思うんで、非常に楽しみかなと、僕は思いました。で、耐久高校の皆さんは、やっぱとりあえずね、もう、ね、なかなかね、もう、ハードなね、スケジュールでしたし、特にね、冷や水くんはもうね、体をね、休めてください。とりあえず、掘りすぎなんでね、もうね、大学とか行ったらね、そんなね、掘らされることないんで、まあ、高校ね、3年間ね、やりきった。ってね、思えばね、まあ、その話なんですけど、まあ、だから逆に言えばこの近大新宮が、このね、田辺と智弁和歌山をね、潰せるようなね、チームになっていってほしいなと、で、倒してほしいなと、こんなところ、こんな強いチームあったみたいな感じにね、僕はなってくれることを、期待してますし、近大新宮もね、やっぱり耐久高校倒してますから実力あると思うんで、ほんまにね、倒してほしいなと
思いました。はい、ということでね、和歌山の高校野球は激アツすぎるっていう話でした。はい、ということで皆さんの意見はぜひコメント欄に。それじゃあ、お疲れ。